夫をフォン・コツェブー夫をフォン・コツェブーは、ロシア帝国のために働いた、バルトドイツ人の公開士。アウグスト・フォン・コツェブーの次男として、当時ロシア帝国領、現在はエストニア領でアルタリンで生まれる。サンクトペテルブルクの士官学校を出た後、アーダム・ヨハン・フォン・クルーゼンシュテルンの公開に同行する。ルミアン・ツェフの伯爵の座を犠牲にして、リューリクというブリックでの遠征の司令官となった。 その船には、ヨハンフリードリヒフォンエッショルツやアデルベルトフォン、シャミッソーがいた。1815年7月30日に、北極海の航路を見つけ、オセアニアの知られざる部分を調査するために出発した。コツェブーの航路法音岬を経由してロマンツォフ島、リューリック島、およびクルゼンシュテルン島を発見した後、カムチャツカ半島に向かって、 北アメリカ大陸の西海岸を北上し、コツェブエリエとクルゼンシュテルン岬を発見した。アジアの海岸を経由して南方に戻り、サンドイッチ諸島に3週間滞在し、1817年1月1日にノイアール島を発見した。大西洋を越え、1818 18年8月3日に、ネバ川に帰還した。1823年に、再び航海に出た。 軍事目的の航海であったが、地理学者や民族史学者も多数乗っていた。その遠征では、ラタック列島とソシエテ諸島を訪れ、1824年にペトロパブルフスクに到達した。サモア諸島を訪れ、マリアーナ諸島、フィリピンニューカレドニアハイを経て1826年7月10日にクロンシュタットに戻った。ありがとうございます。